こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい。今日全体のなんかイメージというか、イメージはもう完全オール地元の千葉の、もう千葉オンリーです。あー最高です。最高です。一番好きなやつ。大きさってどれぐらい違うんですか、その剣先と丸。剣先とまあその半分ぐらいですよ。サイズはまちまちなんですよ。結局釣り物なんで。イカって何で釣るんですか、漁法は。エギっていうルアーがあるんですよ。まあ、ルアーはイカってこう餌を掴むんで、はい、その足に吸盤に引っかかるような返しみたいなのがついた、まあ、エビとかそういうのをモチーフにします。こちらが、大原のギャングダコという。ギャングダコ、はい、伊勢海老を食べている。内湾のタコ取れるんですけど、内湾は潮が緩いんで結構柔らかい、はい、だから外のタコっていうのはやっぱ潮の流れが早いんでめちゃめちゃ硬いんですよ。おだからこの柔らかくする、でも味は美味しいんで柔らかくするために、今回は20日ぐらい置いてます。そんなに置くんですか。じゃないともうパワーがありすぎて、はい、味濃いっすね。味濃いっすか。これ味付けは、いやもちろんレアではないですけど、多分一番やってもらってないです。一番竹岡です。あの竹岡、タチウオが有名な、はい、伊達津さんなんですけど、はい、竹岡も富津のお酒で同じところのお酒飲ませていただきたい。結構これはあの華やかな味わいのお酒なので、日本酒最初の1杯目に私はおすすめさせていただいてます。まあ、黒鯛が大量にいるの知ってます？知らないです。ここら辺、木更津も富津もその海苔を作ってるんですけど、はい、海水温が高いんで、はいはい、黒鯛が出ていかなくて海苔を食べちゃうんですよ。なるほど。で、とんでもない量いるんですよ。それで今の海苔が取れないんで漁師さんやめてって言って、はいはい、海苔の漁師さんが、それでまあその漁協が漁師さんのなんか働き口というか仕事ということで牡蠣を始めた。ネタの産地と日本酒の産地でペアリングって初めてかもしれないです。本当ですか。面白いですね。温度がちょうどいいですね。うん、前はちょっとレアぐらい、うん、やっぱり生のあの岩牡蠣の方がミネラル感がすごい強かったというか、はい、こっちの方がちょっと優しい感じがします。そうですね。わかめもシャキシャキで美味しい。タミさんから見て大将ってどんな人ですか？釣りバカですね。釣りバカ。あの本職本業がどっちなのかわからなくなる時があって、あの料理人さん、釣り屋さんなのか、釣り師っていうんですか、釣り人なのか、どっちなのみたいな感じの時がここ最近すごい増えてきたので、
まあ、いいことではあるんですけれども、なんか朝釣り行ってすごい疲れて、はい、今日しんどいみたいな言ってると釣り行かなきゃいいじゃんみたいな思うんだけど、でもそれが結果お客様に喜んでいただいてるので、一生懸命頑張ってくれてたくさん、ね、いいお魚釣ってきてくれるので、いいところだなって思ってます、ね、はい、もっと頑張ってほしい。土井さん、あの器も素敵ですね。あ、本当ですか。はあ、箸で持とうとすると崩れちゃうぐらい柔らかい。これは、木更津の金アジフライです。金アジ、はい、根付けのアジですね。生で食べれるやつをアジフライにしてるということなんですけど、はい、血合いを食べる魚、ちょっとワイルドな、はい、で血を抜いちゃうと旨味も出ていっちゃうっていう、まあ、これを漁師さんに教えてもらったんですけど、はい、脳天締めすると暴れないんですよ。でタワーをなるべく逃がさないようにっていう処理の仕方です。よっしゃ、いきます。立派だな。断面はこんな感じで、なんかすごいふわふわで、あ、でも味がしっかり濃いわ。カツオダが、あのカツオがたくさん取れるので、多分それで名前がついてるんですけど、初めて味わいたいとか、薄切り物、海鮮と一緒に合わせて飲んでいただきたいと思います。はい、いや、油すごいですね。油すごいですね。ちょっとなんかサワラでこの舌触りって初めてかもしれない。これ釣ってからどれぐらい経つサワラですか。今日でサワラは9日っすね。あ、そんなに置いてるんですね。はい、今なんですけど、これは勝山、そう、でも今日で寝かして10日。10日美味しいですね。これは純米酒のブレンド、
酒蔵にあるいろんな純米酒とブレンドを出すんです。ひらめこちらは大原ですね。シャリもめちゃくちゃ美味しいです。はい、一応3種類ヨヘイと山吹きと金賞です、ね、いいやつめっちゃ使ってるじゃないですか。うわあたりは結構しっかりめの、はい、これ江戸前ですよね。これ江戸前しっかりめの、はい、これは結構いわゆる江戸前スタイルというか、はい、味が濃いね。でも小肌自体がすごいふくよかというか、千葉づくしです。シャリ、ネタ、海苔、卵、醤油、全部千葉、はい、この中に詰まってる。あのつまみで焼き物出した時と火入れ違いますよね、はい、違います。サラマンダーか炙り、あのバーナーくじゅうくりはハマグリ有名ですよ、はい、あ、うまい。確かにこう低温のちょっとレアっぽい感じというか、はい、硬すぎない感じが、でも爪が結構しっかりアナゴので濃いから、はい、インパクトあります。アサリこれちょっと大きいですか。大きいです。だからこの大きいのは珍しかったらと思います。もっとちっちゃいらしいんですけど、ね、これは。
や、やっぱギャングだこのやんちゃなこの力強さがすごい伝わってる。衣がまたなんか表面だけコーティングされてて、衣に負けてないっていうか、やっぱタコをしっかり味わうための唐揚げ、うまい。ポテトチップス自家製。やべえ、うまっ、ポテチ止まらない。木更津という、はい、秘密市っていう場所なんですけど、お名前は木更津。するところからご自身で大将がやってらっしゃるって初めてとか、ほぼそういう店ないんじゃないですか。その趣味で釣りが好きな人とかいると思いますけど、それを実際自分の店で出すって相当尖ってると思うんですよ。なんて命名しますか。味マンションです。あっめっちゃいいっすね。味まんじゅう。醤油はちなみに、醤油は違います。違いますよね。成田。コピーケージです。うまっ。濃いっすね、これ。酒のつまみだな。皮目がコリッコリッコリッってこうなるんですよ、口の中で。
旨味の階段を駆け上がっていく感じですこれはなんか中ぐらいサイズぐらいですか。そうですね、1キロぐらいです。うんうん、ドラゴンだったのかな。ドラゴンって、はい、あれ重量でそう呼ぶんですか。だいたい 1.5 から2キロ、まあ、2.5 以上。指用のサイズが5本、6本ぐらいになるとドラゴン。太さが。太さです。銀座のお店とか、東京のお店でよく竹岡の太刀魚とかよく聞くなっていう。高いじゃないですか。釣っちゃうんですね。だからご自身でそのなんていうんですか、自給自足的な感じだから、はい、その分そのお客さんにもなんていうんですか、金額的にはちょっとこう安くて、多分東京で出てるようなやつが多分安く、全然立ち寄るとかいいか500円とかなんで、サバとかはこの重ねて握るっていうのはあるんですけど、タチウオで薄造りにして、しかも4枚ですよね。ちょっと興奮が止まらないですいや、まあ、でかっ、まあ、すごい軽い IM から見てみてなった、はい、もう最新だったので、これは包み込む、これやっぱ設備がいっぱいありますね。広いっすよね。まあ、フライヤーって寿司は基本ないですもんね。はい、もともと寿司だからだったんで。これアジは、はい、はい、僕が釣ってきた、はい、金アジですね。これめちゃめちゃうまいです。これ揚げ方のこだわりとかあるんですか。揚げ方はまあ180度で、まあ、揚げすぎないと思います。もう生でも食べれるように揚げてる。アジも本当産地によってその結構筋肉質系か、はいはいはい、脂もっちり系かとかあるじゃないですか。まあそうですね。それ多分潮のな早いところで育ったアジっていうのは筋肉質系になると思うんですよ。はいはい。で、いついてるっていうの、根付きっていうじゃないですか、は柔らかくて脂が乗ってるっていうのが。そっか、だから貝を根付きはちょっとこうなんていうんですか、贅沢なっていうか、はい、ちょっと濃い、まあ、生活習慣病ですね、言うたら。でもそれは食べる側からすると脂乗ってるから美味しい。そうそう、いい香りですね。はい、うわー、アジフライです。甲子丸っていう船長に教わったんですけど、はい、アジはおろしわさびで食べるのが。おろしわさび。ほんと揚げたてですもんね。はい。これは、木更津の金アジフライになります。金アジ、はい、根付けのアジですね。生で食べれるやつをアジフライにしてるんで、サイズはそんな大きくないんですね。大きくないです。で、金谷のアジは結構大きくなるんですよ。今回は木更津のやつですけど、金谷が黄金アジで、木更津は金アジ。金アジの金ってあの黄金の金一緒ですか。はい、黄金と金があるんですね。黄金と金があります。リンゴオブアジですね。王道中の王道の飛び抜けた味っていうか、
自分も本当、まあ、アジ好きで、はい、全国いろんな産地で食べますけど、はい、なんか一番そのバランスが突き抜けたアジというか、はい、結構脂が強いアジとか、はい、筋肉質のアジとかっていう、はい、なんか尖ったアジが結構産地によってあるなっていう、それはそれですごい印象的なんですけど、はい、この金アジはなんかどっちも兼ね備えて、そのどっちもがレベル高いっていう感じ。あ、筋肉質と脂です。そう、なんかそれが超レベル高くて、それが共存してるっていうか。うわ、回ってますね。脂がいい感じで。うわ、これ島味ですか。これ島です。すいません、これ何日でしたっけ。今日で11日です。うわめちゃくちゃ美味しいです。これ島味ですか。うん、本当に。いや、ブリ、ブリっすよこれ。うんうんうん、ブリトロですよ。ブリトロっすか。はい、これ捨てです。あの方がやっぱピュアでしたね、ナチュラル。こっちの方がなんか逆にワイルドというか、はい、結構ガツンとくる感じ。野生的な。はい、どっちも美味しいんですけど。今日ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。すごい美味しい、楽しい時間でした。こちらも楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に寿司どころ津取さんのこだわってらっしゃるところってどんなところですか。はい、うちのこだわりは、まあ、なるべく地物、あと僕が釣ってきた魚ですね、しっかり処理をして、まあ、リーズナブルに出せるっていうところと、あとコースじゃなくてアラカルトで好きなものを頼んでもらえるっていうのと、あとおかみさんが、まあ、厳選した地ザル系ですね。日本酒は千葉県の日本酒だけを取り揃えておりますので、はい、聞き酒師、聞き酒師取りました取りました。すごい、あの大将もちろんそうなんですけど、はい、なんかおかみさん目当てで来る常連さんとかもすごい多そうなイメージ。あー、そうです、テーブルはもう木更津のいいとこってどんなところですか。木更津のいいとこは都内な、え、都会中って言われてる。都会中って言われてるんですよ。あ、そう、要は都会にも近いんですけど田舎っていう。住みやすいですね、人もいいですし、自然もいっぱいあるし。いや、でもやっぱりそのまあ今その東京とかだと2万円、3万円とか4万円とかで、もう一律でお任せで一斉スタートがの店が結構多い中で、それはそれでもちろんいいと思うんですけど、はい、こうフラッと、あの一斉スタートとかもないですもんね、都合に合わせて。で、好きなメニュー、好きなお酒、はい、なんかそれってすごいなんかまた来たくなるお店の結構要素なのかなって今日なんか改めて感じましたね。はい、好きなものなんか好きなだけ食べたいですね。そうですね、大丈夫だね。あ、そう、僕はそう、好きなもの好きなだけ食べたい。、うん、ウニだったらウニだけ。お客さんからしたらやっぱり、まあ、この土地柄っていうのもありますけど、その、はい、いい漁場があるっていうのもそうですけど、まあ、ご自身でその地釣りをしてくれるからこそ、新鮮な魚をそれだけコストも、うん、あのかからずお客さんにも安く提供してもらえるっていうのが、なんか全てがこういい循環で、多分大将も、はいはい、もちろんその商売としては大事だと思うんですけど、なんか楽しくなんかお仕事されてるなっていうのが、ご夫婦の仲を見てもなんか。ね、あの木更津っていう場所も含めてなんかストレスがないとおっしゃってましたけど、なんかそれをすごい感じて、なんかこっちもすごいくつろげたというか、なんか居心地がよく楽しく美味しくなんか幸せな時間を過ごせたんで、なんか季節変えてね、あ、またあの、はい、秋はまた、はい、秋ですから、はい、で季節変えてまた次はまたその季節の千葉コースをぜひまた、はい、あの楽しませてください。
いや本当に今日楽しかったです。ああ、よかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。